次。このような市場環境の中で我々の5カ年計画です、モストサステナブルブランドになることを目指しています。これを達成するために我々は3つの数値目標を掲げます。まず販売台数です。現在よりも100万台以上上乗せして260万台を目指します。それに伴って売上高も 60% 成長し3000億元、日本円で約 5.2 兆円に達します。トップ3ブランドとなります。これが目標です。また日産リーフは2010年に投入して以来30万台以上売り上げ、昨年新たなリーフを投入し、これも非常に好評を博しております。我々はこのベースを使って中国でも攻撃的な電動化を進めてまいります。2022年には電気自動車と e パワーのラインナップで合計20車種を投入してまいります。この20車種の2022年での全体の我々の販売ボリュームに占める割合が 30% に達します。この20車種の投入の攻撃は今年から始まります。今年リーフの投入を皮切りにもう1台の日産ブランドの EV、 それからトンプーブランドの EV、 来年にはベヌー車の EV を3台投入してまいります。雷平雷总，就关于那个东风，我们是跟那个中国的汽车市场的需求特点来配置我们的资源，我们更好的、更灵活的来运用东风和日产以及雷诺日产联盟的这样一个先进的技术，来这个发展我们的这个产品。另外呢，就是说我们，在这个和中国的一些本土的领先的一些公司进行合作，来活用当地的一些资源，来更好的满足中国用户对我们产品的这个期待。我们东风启辰的定位是主流高价值的自主品牌。今後とも皆様のサポートをよろしくお願いします。谢谢大家。谢谢，非常感谢。